行け。あー Hello guys, my name is Omon Tavir. 今回の画面さん見てください。今21時58分なんですけど、これから22時になんかアップデートが入って、次のシーズンのなんかいろいろとマップが変わったりするらしいので、ちょっと今からマッチに入って、もうなんかライブイベントになるのどうなんだろう。コットフィックスだからちょっとわかんないんですけど、とりあえずマッチに入って22時になるの待ちたいと思います。 Let's go。 よし、ということでやっていきましょう。今ね、あと30秒ぐらいで22時になります。とりあえずなんかどうやらルートレイクがめちゃくちゃ変わるらしいので、ちょっとルートレイク行っときますか。なんか変わるんか。行きまーす。やば、30秒しかない。このルートレイクを見れるのが最後になるかもしれない。やばい、 OG ルートレイクさようならか。ライブイベントっぽくなるのかな。あと15秒。ルートレイク、今までありがとう、帰ってきてくれてありがとう。初期のルートレイク楽しかったよ。次はどうなっちまうんだ、ここが。さあ22時まで残りなりました。今22時になったけど、特に何も変わってないね。はい、皆さん、なんと10時からアップデートが入ると思いきや、なんと11時らしいですね。ミスりました。ってことで皆さん、11時にお会いしましょう。え、あれじゃね、あれ浮いてない、絶対あれでしょう。うわーHello! Hello! Guys! My name is Omon Tavir! ということで、今回の動画はなんと、深夜に秘密アップデートが来まして、見てください、ルートレイク。変わっちゃいました。これ以外にもいろいろね、新アイテムとか、まあ、今回チャプター1のシーズン6になったっていうアップデートらしいんですけど、あのルートレイクが、ついにキューブが復活して、キューブが復活して、やばいやばいやばい、夏ここ、うわー、浮島、初期の浮島だよ。チャプター4にもあったじゃん、浮島。やば、ちょっと降りるのやめとこう、絶対やられそうだもん。うおー、おかえりー、やばすぎる。ちょっと待って、こっち降りよう。こっちラマいたよね、さっき。で、あと何が来てるんだ、ちょ、いろいろと変わってるらしいんだよね、今回のアップデートで。いやー、マジ急に深夜できたからな。本当に来ると思ってなかったわ。こういう感じで毎回木曜の夜の来んのかな。移動系とか、武器とかもなんかいろいろ変わってるらしいし。うわ、あそこの上やばいな。早くね、変わるの。あんなに平和だった OG フォートナイトが、もうすでにシーズン6になっちまったよ。早いよ。もうちょっと OG のルートレイク楽しみたかったのに。行ってくるか、じゃあ。キューブの方へ。で、どんどん来週もまたアップデート来るらしいし、どんどん変わってきますから、今後。うわ、叫びに入ってるよ。これ飛ぶんだよね、確か。うわ、こんな感じだ。そうだよ、そうだよ。で、こっからまたワンタイムイベントがあったんだよ。夏、この感動もう一回できるのすげえな。最初これになった時ビビったもん、マジで。この下多分入れない。うん、そうそう、こうやって飛ぶんですよ。飛んで上がってこれるってやつですね。はい、あと何が変わってんだ。あそこ前からか。ちょっと何が変わってるのか見つけるのが大変だな。あ、何が変わってんだ。シーズン6はちょうどあれですね、カラミティとかのシーズンだよね、今回。待って、なんかトレーラー来てるらしいよ、トレーラー。はい、トレーラー映像がこちらです。お、はいはい、ルートレイク、これ著作権じゃない、大丈夫。おお、ルートレイクが変わった。やばい、著作権著作権著作権、待って待って、エピック著作権、待って、やめてくれって。これ絶対著作権。お、なんだ今の、何今の。庄司さんなんかめっちゃ倒してる。2連式なんだ。ドリフトモード帰ってきた。おお、すげえ、いろいろやっぱ変わってんじゃん。クワッドクラッシャーも来てる。うわー、使いてー。おー、ポケットなんだっけ、フォートレス。ちょ、これ著作権大丈夫マジで。やばい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 。おい、ちょ、トップトップ。大丈夫かな今の。え、マジで何も変わって、何もわからん。何が変わってんのこのゲーム。マップだけ嘘、いろんなアイテムが返ってくるみたいに言ってなかった公式。なんだなんだなんだ。あ、いや、前と一緒、前と一緒。え、前と一緒だぞ。おかしいな。どこだ新アイテムは。何が変わったんや。さーて、帰ってまいりました皆さん。アップデートしたから、とりあえずこれでいろいろと変わってるはず、多分。
さっき芝だけだったけど、アイテムとかも変わってるはず。やっぱ映像でも映ってたけど全部帰ってきてるはずだから。てか見てこの新しいフィッシュスティックドリフトスキン、めっちゃ良くないですか皆さん。これなんかね、 PC 勢はまだ買えないらしくて、プレイステーションストアとか任天堂ストアか、ストアスイッチでは任天堂ストア、プレイステーション、プレイステーションストアとか自分のなんとかストアで買えるらしい。あれボラ、え待って待って待って、みんなタイムマシンが動く。わーちょっと待って、みんなお前、あーやばい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 、やーやばやばい、ちょっと使い方忘れた、やばいやばいやばい、帰ってきてる、うわー最高じゃん、やばドリフトモードおかえり、やばいって、また効果ちゃうよし、前これやばい、本当に毎回感動するんだけど、うわクワッドクラッシュもある、うわうおどうやってやんだっけこれブースト、やばいやばいやばい、うわブーストできる、ブーストできる、これ飛べるんかな、飛べるかが問題なんですけど、ちょっと待ってください皆さん、タイムマシング動いてる、しかもこれ針動いてない、気のせい、動いてるよね多分さ、ルーシーズン6になった時にあのトレーラー映像でさ、ルートレイクが来たやつがあると思うんだけど、それここで行ったから今回このタイムマシンになってるのかな、でこれが帰ってきたみたいな感じなのかな、どういうことなんだろう。いや今回さ、シーズン終わりのワンタイムイベントで多分全てが繋がると思うんだけど、めっちゃ楽しみだね。行くぜ、飛べるのか、どうなんだ、いけー、うーわー、前ほど飛べなくなってるような気がする、なんか前よりも飛べてない気がするけど、ちょっとみんなも試してみてほしい。いやでもまあまあまあ、クワッドクラッシャーはまあ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 って感じなんですよ。僕はそれよりもドリフトボードの方が激アツっすね。だって何人、いやマジでこれね、チャプター1のシーズン7ぶり、3年4年ぶりとかだよ、ドリフトボード帰ってくるの。クワッドクラッシャーはチャプター2とかにもあったんだよね、なんか帰ってきてたりしたんだけど、ドリフトボードやばいな。あと武器だ、武器とかが何変わってるかみたいな。あ、来た、いきなり来たよ、ポケットフォートレス、しかも宝箱昔になってない、気のせい、やばい。ドリフトボードはね、トリックショットとか結構映えるんだよ、スナイパーがめっちゃ映えるから、ほとんどの人が使ったことないと思う、クリエ以外でね、崩壊で使ったことある人本当に少ないと思うから、ぜひ皆さんちょっと使ってみてほしい。これはなんでずっと帰ってこなかったんだよってぐらいマジ楽しいアイテムです。こちら1週間しか多分楽しめないからね。じゃあここの上で僕は新しい家を咲かせます。その名もポケットフォートレス、いでよポケットフォートレスやばい、こうナッツ、ここにバウンサーがついてんだよ、でこれで飛べるみたいな、見てやばくない、ポケットフォートレス。はい、こんな感じのね、ポケットフォートの進化版が今回この金のやつですね。割と強いと思う。公開とかにもあんのかな、あのゼロビルドとかにも。ゼロビルだったらやばくない？ポケットバンカーの最終形態みたいになってるけど、普通になんか多分スクワットとかだったら強そう。一気に建築立てれるし、こんなジャンプできないもんだっけ。あ、だブーストもできるんだ。ちょマジでね、久々すぎて使い方がちょっとやばい、忘れてる。ブーストどうやってするの？やばい、やめてやめて、俺のドリフトボード壊すんじゃないよ。お、なんか懐かしい盾使ってんじゃん、ロイヤルナイトの盾、マジっすか。この下のゲージだ、見て、この下のボードの下にさ、赤から今オレンジで緑になった、緑になったらブーストできるって感じだと思う。ほら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 、これでわかるんだ。でなんかブーストとジャンプを組み合わせるとめっちゃキュルンって1回転とかできるんだよね。金のハンティングは前からあった、竹面も前から、ポケットフォートレスなんか来てない。あ、ちょうどいいじゃん、ハンティング決めるよ。じゃあ頑張って、でこう来て、こういう感じ、こういう感じでね、当てるとマジで気持ちいいから、いくよいくよ。うわ惜しい惜しい、やばい、懐かしすぎるこの感じ、いけ、あレッツゴー帰ってきた、我らのドリフトモードが。こういうことですよ皆さん、やばくない。しかもね、そんなに難しくないな、当てんの。でもめっちゃ映えるんですよ、これが楽しいのよ、本当に最高じゃん。やばい、叫びすぎて喉痛い。お、いやこれダイナマイトってあった、なかったよね。ショックウェブグレネードも来てんじゃん、逆にインパルス消えたんかな。はい、消されたものが皆さん分かりました。消されたアイテム、バーストアサルト、3点バーストかな、消されちゃったんだ、早くね。とあとインパルスグレーもやっぱ消えてるね、その代わりショックウェブが来てるわ。スモーク消されました、
あんなに俺激レアとか言ってたのに来たんだけど、金本なんか。マジかよ。スモークグレネード消えました。ポータフォート消えました。その代わり、多分、ポータフォートレスが追加されたんだと思う。この4つが今回のアップデートで消されてます。なんかどうやらね、あれがあるらしいですよ。グラップルグローブ。あの、スパイダーマングローブのさ、フォートナイト版なんていうの、著作権がない版のグラップルグローブ、片手でやるやつね。あれがどうやらなんか裂け目で登場するらしい。チャッターフォンときてさ、裂け目から NPC とか出てきてたじゃん、急に裂け目イベントみたいな。そう、こんな感じでグラップルグローブだから、多分今の世界とチャプター1のこの世界、チャプター4とチャプター1の世界がなんか合体し始めてんだと思う。なんかそんな感じなストーリーな気がする、今って。ヘッショ203出た今。ヘッショ、ヘビアサ来てんじゃん。え、そういうことか。3点バーストの代わりにヘビアサが来てるんだ。うわ、ナッツヘビアサ。ヘビアサ帰ってきてます、皆さん。でもな、間違い探しみたいになってる。さあ、わかるかな、何が帰ってきてるかみたいな。うわ、いいな、ここまでガッツリ変わるの普通に楽しいな。あとあれだ、トラップもあれじゃん。これ来てんじゃん。ナッツ、こうやってこれ置けるんだっけ。あ、置けるわ。そうそうそう、これで、こうやって滑れるだよ。夏すぎる、やばい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 、なんか足めっちゃすごい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 、なんかめっちゃバグってた今。こう来るやん、こう来るで滑りながら、うわ惜しい、こう来てこういう感じ。これかっこよくない？昔の技なんですよ、これは。待って、みんな。見て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 。二連式もあるよ、二連式。これ確か公式映像で使ってたよね。二連式も帰ってきてるって。うわ、金本捨てたくないから持っとくけどさ。え、これ。あ、ダブポンはさすがにできないか、二連式で。二連式紫。紫と金かな。くっつきまんじゃん！待って、マジで色々と帰ってきすぎ。もうわけわかんなくなってきた。何が帰ってきたん、全部で。誰か教えてくれ。え、パレットもあんじゃん。グラップルグローブ普通にあるよ、アイテム。え、俺裂け目のイベントでしかゲットできないと思ってたら、普通にクエムシとかからも出んじゃん。マジ、なんで。今のアイテムがあるよ、グラップルグローブ。パレットもあるよ、パレット。ちょっといろいろ持ちたいアイテム多すぎ。こうかな。じゃあ2連式一旦使っとくか。こんな感じだ。2発で、まあ、大体200ダメみたいな。ダブの飛ばないバージョン、簡単に言うとエキゾチックのダブあったじゃん、こうやってこう飛ぶやつ、それの飛ばないやつですね、二連式は。グラップルグローブを使っておくか。あ、普通にグラップルグローブだ。いけ、うおー、やばい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 、タレットえぐいぞ、タレット。えぐいの帰ってきた、タレットは。ちょっとやばすぎ。で、くっつけもみんな知ってるでしょ。タレット帰ってくんのやばいな。あと、シックスシューター。ピストルとか、それ以外俺全部紹介できたかな。あと、そうだ、シックスシューターぐらいかな。これ以外で僕が紹介できてないやつは。また、簡単にまとめると、グラップルグローブ、ショックウェーブグレー、二連式ショットガン、ダイナマイト、シックスシューター、くっつき、氷トラップ、タレット、ポータフォートレス、クワッドクラッシャー、ドゥリフトボードと、ルートレイクっていう感じの、まあ、シーズン6が、帰ってきてます。チャプター1シーズン5が終わって、次シーズン6っていう感じですね、今。そういう時期でございます。いやー、こういう感じでどんどんね、これからも変わってくると思うんですけど、こっから1週間、次のアップデートは来週の木曜だから、とりあえず1週間楽しみましょうか、シーズン6を。くっつきっくらえ、あ、やばい、間違えた。くっつきっくらえくらえくらえ、バイーン。ようこそシーズン6ということで、今回の動画は深夜の秘密アップデートで、まさかの過去一の大型アップデートじゃないですか、秘密アップデートの中でもっていうぐらいの、もうね、ガラッとシーズンが変わりましたので、この動画で全て新情報をまとめさせていただきました。この動画少しでもいいなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。